アーサメタバージョン21の CFD 向けデモンストレーションへようこそ。この動画ではこのバージョンの主な新機能をご紹介します。さらに詳細な情報はコメント欄に記載の関連動画でご確認いただけます。そちらでは広範囲にわたる全ての新機能のリストを確認していただけます。一方、この動画ではメジャートピックにフォーカスしており、以下の内容が含まれています。サイズフィールド。この機能によりユーザーはサーフェスとボリュームメッシュのメッシュサイズコントロールが可能です。リークツールは複雑なモデルのリークを検出します。こちらはパーツの交換や表面の局所的な変更後にボリュームキャビティをリメッシュする機能です。続いてモーフィングの新機能です。回転ホイールシミュレーションで利用されるローテーティングインターフェース機能が改善されました。またアーサ内でのオープンフォームケースのセットアップ機能が改良されました。そして最後はメタの新しい CFD ツールバーについてです。では最初のデモンストレーションを始めていきましょう。サイズフィールド機能です。アーサを起動します。ランチャーがポップアップしたら CFD アプリケーション向けのデフォルトインターフェースで開始するため CFD オプションを選択し確定します。これにより、すべてのメッシュパラメータ、クオリティクライテリア、ボタンポジションに加えて、ユーザースクリプト機能によるさらなる機能へのアクセスのカスタマイズと最適な設定が確保されます。最初のデモファイルをロードします。ここでは、サイズフィールド機能について説明します。これは、バージョン21からの新機能です。今までの朝ではサイズボックスを利用してメッシュサイズコントロールが可能でした。しかしサイズフィールドはより多くの機能が含まれています。それではこれがどのように機能するか見ていきましょう。ここにクリーンアップされたアンメッシュドのジオメトリーがあります。また従来通りのサイズボックスが2つあり、これがメッシュサイズ分布をコントロールしています。サイズフィールド機能で何ができるか見てみましょう。サイズフィールド機能はオクツリーメニュー内にあります。さまざまなフォーマットでメッシュサイズに制限を課す1つもしくは複数のサイズフィールドを作成することができます。はじめに新しいエンティティを作成する必要があります。またこの新しいサイズフィールドエンティティは複数のルールを含みます。一つのルールは先に紹介したサイズボックスで、複数のサイズボックスを追加し、いくつかのメッシュクライテリアを指定することができます。はじめに、コンテンツをダブルクリックし、ここでサイズボックスを選択します。この2つのサイズボックスを選択します。コンテンツが2に更新されました。次にパラメーターズをダブルクリックし、マキシマムレングスを指定します。今回は40とします。サーフェスとボリュームに対して異なる値を指定することができますが、今回のケースでは同じ値にしておきます。これが2つのボックス内で 40mm のマキシマムレングスを課す1つのルールになります。もう1つルールを追加します。次はクローズドサーフェスを選択します。ここではクローズドサーフェイスを指定する必要があります。また独自のマキシマムレングスを指定します。20とします。クローズドサーフェイスとして初期 CFD シミュレーション結果からいくつかの ISO サーフェイスをインポートする必要がある場合があります。それを実行してみます。トータルプレッシャーイコール0の ISO サーフェイスのナストランファイルをインポートします。今回の ISO サーフェイスはこのような形状です。サイズフィールドに移動しサイズフィールドエンティティを編集します。コンテンツではクローズドサーフェイスを形成する PID を指定する必要があります。ピックし右側に移動させます。これにより2つのルールが適切に定義されました。ルールを指定したら
ビルド機能を実行する必要があります。これにより ANSA はサイズボックスとクローズドアイササーフェイスを元にしたサイズフィールドを計算します。一度ビルドを押したら ANSA は3方向のプレビューを表示します。複数のカッティングプレーンがありますが、今回は Y カッティングプレーンを選択します。Y 軸に沿ってスクロールすることでメッシュサイズ分布を確認することができます。メッシュサイズは 20mm から 40mm です。クローズドサーフェイス内が 20mm、 サイズボックス内が 40mm、 外側はフリーとなっています。一度サイズフィールドを作成しビルドするとステータスがレディーになることが非常に重要であることを覚えておいてください。バッチメッシュに切り替えます。こちらはすでに設定が用意されており、例としてサーフェイスメッシュを実行します。バッチメッシュは曲率の特性と近接性による細分化を含んでおり、またサイズフィールドも考慮し、それに応じたメッシュの作成を行います。サーフェスメッシュの作成が完了しました。アイスサーフェスを非表示にするとクローズドアイスサーフェスとサイズボックスによってサーフェスメッシュがどれくらい細分化されているかを確認することができます。レイヤーとボリュームメッシュも同様に実行します。これらも同様にサイズフィールドの影響を受けます。メッシュが完成しましたのでバッチメッシュを終了します。複数のフォーカスコマンドを使用して周囲のパーツを非表示にしていきます。ZX 平面のカッティングプレーンを作成します。ノードを選択しパート内に保存します。例としてクリップイコールのカットをビジブルではなくオールに指定します。これは現時点では表示されていないボリュームメッシュもカットすることを意味します。カッティングプレーンが作成できました。これによりアイソサーフェイスとサイズボックスの2つによってメッシュの細分化がどれだけ形状に沿って行われているかを確認することができます。別のケースを見てみましょう。これは航空宇宙分野のケースで小型のモデルです。このデータには航空機、サイズボックス、そして全体色で示される複数の 3D カーブが含まれています。一つは翼端、一つはジェットエンジンのエキゾースト、そしてもう一つは翼に沿っています。ここでサイズフィールドを確認してみます。すでに作成されたサイズフィールドがあります。これが何で構成されているのか見てみましょう。ルールにはクローズドサーフェイス、選択した PID からサーフェスのオフセットができるサーフェスオフセット、カーブに従うシリンダーを表すシリンダー、ポイントから始まるスフィア、そして先ほども見ていただいたサイズボックスがあります。ここには3つのシリンダーサイズフィールドがあり、それぞれがカーブからスタートします。またサイズボックスが1つ、そしてサーフェスオフセットは航空機からのオフセットです。
シリンダーのパラメーター図を確認してみましょう。こちらは少々複雑で、最大値だけを指定するというわけではありません。影響力の範囲も指定します。スタートでの半径は200、これがバリアブルシェイプのためエンドでの半径は1000とします。つまりカーブに沿った円錐形状のような形です。またサイズも可変で一定ではありません。これはスタート地点での要素長がサーフェスメッシュとボリュームメッシュどちらも50ミリからスタートし、その後2つの方向、垂直と水平にそれぞれ異なる成長率を持って指定した最大値まで成長するということを意味しています。続いて航空機からオフセットさせるサーフェスオフセットを確認してみましょう。 PID からのオフセット値を指定しています。オフセット値を指定することに加えて移動ベクトルを指定することもできます。これは選択したオリジナルの PID を指定した距離でオフセットさせ、その後さらに移動ベクトルに従ってスイープさせることができるという意味で、エンド地点では異なるオフセット値を指定することもできます。これにより形状の交流を十分に細分化させることができます。ベクトルは X 軸方向、距離は15000、そしてマキシマムサーフェイスおよびボリュームのレングスは300と指定します。また先ほどと同様にバリアブルサイズを指定することも可能です。このようにこれらすべてのルールが指定されています。ステータスがレディになっていますが、これは私がすでにビルドを実行していたためです。サイズフィールドのすべての計算が実行され、結果がこのファイルに保存されています。ビジュアライズを押すことによってサイズフィールドの概要を確認することができます。断面を3方向にスイープすることができ、どのようにメッシュサイズが変化するか確認することができます。円筒形のサイズフィールドの中では半径方向にサイズが増加していることを確認できます。端に移動してみましょう。翼端が下流に向かって発達するにつれ、サイズフィールドの半径方向と軸方向の増加がうまく組み合わされていることが確認できます。メッシュサイズ分布がどのように変化するか確認するために異なる方法も確認してみます。先ほど私がご説明したように、一度サイズフィールドエンティティが定義されビルドされるとステータスはレディになります。結果を確認するためボリュームメッシュ作成が完了したケースを開いてみます。これが結果のメッシュになります。ジェットに沿った細分化が確認できます。また選択した PID からのオフセットとスイープにより航空機の下流一帯が細分化されていることを確認できます。このカッティングプレーンを上下させ翼端部での細分化も確認することができます。また機体の形状から15000、下流にスイープしている部分も確認できます。サイズフィールドはオクツリーメニュー内で設定できるツールであり、バッチメッシュ内のサーフェスメッシュ、ボリュームメッシュ、そしてもちろんサーフェスラッピングやヘックストリームボリュームメッシングにも影響を与えます。アンサの異なるメッシュソリューションや複数の異なるルールを使用してサイズ制限ができる一つのエンティティです。続いての機能に移ります。リークツールです。この機能はメッシュ、オクツリー、リークツールにあります。ナーブスもしくは STL 形式の複雑なジオメトリーデータをユーザーが処理しなければならないケースや、
それらのデータがウォータータイトな状況であるかを確認する必要があるケースは多くあります。リークを発見する作業は必ずしも簡単ではなく、それらを閉じるのはさらに難しい作業です。このケースでは例として STL モデルを使用しますが、これにはいくつかのかなり大きなギャップが存在しています。こちらでは部品が大きく欠落しています。ではリークツールで何ができるか見ていきましょう。はじめに流体を入れたくない領域に複数のポイントを指定する必要があります。これは外部流れを解析するケースなので、車両の中にいくつかのポイントを指定します。一つもしくは複数のポイントを指定することができますが、アルゴリズムがリークを閉じることを促進させるため、一つのみよりも多くのポイントを指定することをお勧めします。このケースでは3つのポイントを指定します。座標を入力することもできますし、矢印ボタンをクリックして指定した位置をクリックすることもできます。これがサイドウィンドウの1点目、反対側の2点目をクリックするとアンサは2点間の中心を探索します。これが1つ目のポイントです。車両の後部にも同じように作成します。これが後部の中心点、そしてここにも作成します。これでシードポイントの3点ができました。次にサンプリングレングスを指定する必要があります。これは検出したいリークの最小サイズです。ギャップについて事前に確認しておくことをお勧めします。このケースでは6から7ミリのギャップがあります。このサイズは例えば使用するラッピングのミニマムエレメントレングスと同じである必要があります。あまりに多くの穴や開口部を検出してしまうため、この値を小さくしすぎてはいけません。塞ぐことが重要なものだけが検出できれば十分です。このケースでは2と指定します。そしてクローズリークと呼ばれるバージョン21から追加された新オプションを使用します。これを使用することでアンサはリークを検出し、さらにそれらを塞いでくれます。リークツールのミニマムレングスはモデルの複雑さとサイズによって異なります。この計算は非常に負荷が高く、大きなモデルでは完了するまでに数分かかる場合があります。そのため初めは大きなリークサイズから始めて、大きなリークを素早く検出し、それらを自動的に塞ぎ、その後さらに小さなリーク検出のための小さなサイズで再実行することをお勧めします。計算が完了しました。ハンサが 3D カーブと 3D ポイントを作成したことがわかります。 FE モードメッシュを非表示にすると、どこでリークが検出され、どこが塞がれたかという位置を示していることがわかります。カーブとポイントを非表示にし、例として PID モードもしくはパートモードに変更することで確認しやすくなります。このパートに独自の色を設定します。これによりリークにパッチしたエリアにフォーカスすることができます。複数のパッチが確認できます。ギャップを塞いでいます。パーツが欠落していたこちらもアンサによってギャップが塞がれています。車のパートを非表示にすると、すべてのリークパッチのみを確認することができます。もちろんさらに小さな長さを指定し、より多くのリーク箇所を防ぐために計算を再実行することもできます。続いてキャビティリメッシュに関連する新機能に移ります。これは
サーフェスとボリュームメッシュのフルメッシュが作成されているデータに対して、ジオメトリの小規模な変更とその影響を受けた範囲のボリュームに対してのみ自動リメッシュすることを可能にする非常に強力な機能です。この機能は2つの方法で実行可能です。はじめにマクロリプレイスを利用する方法をご紹介し、その後もう一つの方法であるボリュームリプレイスキャビティをご紹介します。このモデルは実際には完全なボリュームメッシュが作成されています。こちらに有限サイズのカットプレーンがあります。ファイナイトのチェックを外してみると、これがフルボリュームメッシュであることがわかります。またこれを Y 方向に動かすことでボリュームメッシュがどのようになっているかを確認することができます。もう一度ファイナイトにチェックを入れることで重要な部分にフォーカスすることができます。この例では典型的なローカルジオメトリーの変更であるサイドミラーの異なるデザインへの置き換えを行います。最初の方法は非常に簡単です。サーフェス上に直接局所的な変更を加える以外にユーザーは何も用意する必要がありません。これはマクロリプレイスで行います。ボリュームメッシュを確認する必要はないので、カットプレーンを非表示にします。リプレイスを選択します。はじめに置き換えを行いたい PID を選択する必要があります。サイドミラーを形成する PID を選択します。確定するとアンサは新しいデザインを含むファイルの選択を求めます。こちらが違うデザインのミラーです。オープンを押して OK を押すと、アンサはボリュームメッシュのキャビティを探索し、該当するエリアのボリュームメッシュを削除します。また全体のボリュームメッシュを失うことなく古いミラーを削除し、新しいミラーを読み込んでサーフェスメッシュを接続し、これらの変更後にボリュームメッシュを再度適用します。これはトップキャップです。こちらが新しいサーフェスメッシュです。カットプレーンを再表示してみると、ボリュームメッシュがアジャストしていることがわかります。ファイナイトのチェックを外してみます。元に戻します。これらの作業が完全に自動で行われたことがお分かりいただけると思います。これらが機能するためには、レイヤーとボリュームメッシュ作成のためのシナリオがアンサファイル内に存在している必要があります。これはアンサがボリュームメッシュのリメッシュをどのように行うかを知るために必要となるためです。シナリオは再構築を行うためのレイヤーの設定や、どのような種類のボリュームメッシュでギャップを埋めるかといった情報を正確に持っています。続いてボリュームとキャビティのリメッシュを行うもう一つの方法をご紹介します。直接サーフェスメッシュを置き換えるマクロリプレイスを実行する代わりに、ボリュームリプレイスキャビティニューを選択します。ここでは削除したいボリュームメッシュを含む毛布ボックスを選択する必要があります。毛布ボックスを選択すると、アンサはボックス内のボリュームメッシュを削除し、トップキャップに要素を作成します。このスキン要素は領域内でのどのような変更も許容します。この状況ではサーフェス上でどのような変更を行うことも可能です。例えばミックスドメッシュに変更できます。サーフェスメッシュに変更を加えました。また先ほどと同じようにジオメトリーの置き換えを行うこともできます。制限はありません。
キャビティは常に存在しており、このスペースの中であればどのような変更も可能です。変更が完了したら、リプレイス・メッシュを選択します。モーフボックスを選択して確定を押すと、アンサはレイヤーとボリュームメッシュのシナリオをもとにボリュームメッシングを再度実行し、新しいボリュームメッシュを得ることができます。この領域はクアートになっています。2つの異なる方法であるマクロリプレイスとボリュームリプレイスキャビティのいずれかを利用してボリュームキャビティをリメッシュすることが可能です。ただし、これが機能するためにはアンサにどのように再構築を行うかを認識させるためバッチメッシュ機能を使用して生成されたボリュームメッシュであることが必要であることを覚えておいてください。続いてのデモンストレーションでは、モーフメニューに切り替え、DFM 機能の改善についてご紹介します。DFM をアクティブにして、ジオメトリーを選択し、こちらのマクロを選択して確定します。Z 軸方向に 350mm の移動を指定します。続いて、必要に応じて他の移動を設定できますが、これはスキップすることもできます。次に、変形するフェースを選択します。翼端は後退として移動し、翼のこの部分が変形します。ここは境界で、このエリアは変形しません。デフォルトで実行してみると、この変形が適用された際、後退部分と変形エリアで接線非連続になっていることがわかります。これが良い場合もあるかもしれませんが、連続的な形状が必要な場合もあります。この場合、オプションリストでパフォーマンスをファストからアキュレートに変更し、タンジェンシーをデフォルトからスムースに変更することで、滑らかな形状を得ることができます。こちら側の接線連続性がないことに気づかれると思います。こちら側も同様の連続性を持たせたい場合は、Z 方向に 350mm 移動し、次にこちら側を Z 方向に0、つまり全く移動しない設定にします。続いてこちらを変形領域とし、オプションを直接アーキュレートとスムースに変更することによって、両サイドとも接線連続性を保つことができます。このような結果になります。続いて、今回の新機能に移ります。先ほどと似たジオメトリのウィングがあります。今回もこれを変形していきたいと思いますが、先ほどのようにリジットボディを移動させるのではなく、曲げてみたいと思います。このための新機能がベンドです。これらのマクロを選択し確定します。すると、アンサが作成した座標系と2つの対になる平面が確認できます。2つのハンドルがあり、このように掴んでインタラクティブに翼端を曲げることができます。このような結果になります。元に戻してみます。プレビューモードになっている間は、この座標系をインタラクティブに移動させることができ、さらに局所的に曲げることができます。こちらがさらに有用な点は、これがボリュームメッシュでも機能する点です。この機能を利用するため、影響を受ける範囲のエリアを含むサイズボックスを事前に作成しておきます。ベンド機能を再度アクティブにして、同じマクロを選択し、ボリュームファインダーをアクティブにして、サイズボックスを選択します。これにより、アンサはこのサイズボックス内のボリュームメッシュも変形する必要があると理解することができます。そして、インタラクティブに選択した翼を変形することで、ボリュームメッシュもこれに従います。
続いてのデモンストレーションでは CFD デックのオグジュアリーズローテーティングインターフェース機能をご紹介します。はじめにアクシスという新オプションを選択します。モデルが回転軸を持たない場合に使用します。例えば PID を選択することができホイールとこちらを選択し確定すると反射は自動的にホイールの回転軸となる 3D カーブを作成します。中心を通過していることがわかります。この機能はローテーティングインターフェースを作成する機能にも含まれます。簡単に説明しておきますと、この機能の目的はメッシュの回転領域と静止領域を分離する領域を作成することです。ここでメッシュは指定した距離オフセットしたサーフェイスを作成し、回転するホイールやブレーキディスクを含みます。一方ブレーキキャリパーは静止しているため含みません。ローテーティングインターフェース機能をアクティブにし、はじめのステップでは回転軸を指定する必要があります。カーブをピックするか、もしくは自動作成することもできます。その後ローテーティングパートを指示する必要があります。このケースではホイールとディスクブレーキを選択し、マウス中ボタンで確定します。スタティックパートとしてはこのブレーキキャリパーを選択します。新しく作成するサーフェスと垂直交差する位置を指定することができます。例えばサーフェスがこの位置で通過し垂直になるようにすることで、接続するきれいなレイヤーを作成することができます。次に進み、オフセットを 20mm と指定します。アンサは選択したローテーティングパートからオフセットした回転サーフェスを作成しますが、もちろん回転していない静止している PID は除きます。これは回転するフルードゾーンとして定義されます。これがアンサで作成されたものになります。パートマネージャーに移動するとアンサが作成した2つのサーフェイスがあります。これらがディスクブレーキとホイールに分かれているのがわかるかと思います。ジオメトリー全体を表示してカッティングプレーンを再表示すると、指定した位置で垂直に交差していることが確認できます。すべての回転パーツからおよそ 20mm オフセットしています。また、ディスクブレーキとブレーキキャリパーの間では、このローテーティングインターフェースサーフェースは正確に中央を通過します。これにより両サイドにボリュームメッシュを作成することができます。このケースではアンサはジオメトリーを作成しました。これらはトポロジー的に接続することができるフェースです。流れのない領域にある内側のパーツは削除することができ、外側だけを残すことができます。これまで手作業で多くの労力を費やしてきた幾何学構造の作成をとても素早く行うことができます。アンサの最後はオープンフォームケースの設定に非常に役立つ機能についてご紹介します。この機能はユーザースクリプトファンクションからアクセスでき、ツールスデックスの下にあるセットアップオープンフォームケースです。カスタマイズされたメニューであるこちらのメニューがポップアップします。ここで希望するオープンフォームのバージョンを選択することができます。ソルバーはシンプルフォームを選択、ドメインタイプはインレットアウトレットとします。インレットを指定することができます。ハテナマークを押し、インネットの PID をピックします。アウトレットも同様で、こちらをピックします。タービランスモデルを K オメガに指定し、流れに関するいくつかの指定を行います。タービランスインテンシティやフルードデンシティ、フルードビスコシティ、イタレーション、他に結果の出力頻度、維持するタイムステップの数などがあります。20のパーティションに分割することにします。
メッシュクオリティは適切な設定を指示します。続いてウォールファンクションもしくは Y プラスイコール1のどちらを使用するか指定します。適切な境界条件を指定してください。レジデュアルのモニタリング、フォースコエフィシエントのモニタリングが指示できます。どこについてこれらのフォースをモニタリングするかを指定します。例として車両の PID を選択します。前面投影面積と基準長さも指定します。また解析中に平均の値を計算することができ、流れ場の圧力や流速、また乱流量の平均を得ることができます。ポーラスや回転するゾーンを指定することができます。このモデルではフィールドのエリアは回転しませんが、他のエリアが回転します。また回転軸と角速度を指定します。セットアップケースを押すことで設定ができます。流速設定が抜けていたため 40mps します。反射は各 PID に対して全ての正しい境界条件を適用します。例えばこの PID をピックしてみると、正しい境界条件や流速、K、オメガ等が指定されていることがわかります。加えて一度ケースを設定するとオートランケースオプションを利用することができます。ここでは全てのオープンフォームを実行するスクリプトを自動作成することができます。メッシュを分割し、ポテンシャルフォームを実行し、境界層を適用して壁の境界層を初期化し、ソルバーを実行します。さらにアウトプットディレクトリーの指定を行うことができます。クリエイトシェルスクリプトを押すことで、アンサはフォルダ内にすべてのスクリプトを作成します。これらはオープンフォームケースの実行に必要なもので、並列処理、ポテンシャルフォームの実行、境界層の適用、シンプルフォームの実行などが含まれます。これはオープンフォームの実行を完全に自動化できるため、非常に役に立ちます。他に、すべてのレジデュアルのモニタリングとリアルタイムプロットを行うスクリプトもあります。また、複数のポイントで解析を中断することもできます。以上で、アンサデモンストレーションは終了となります。メタバージョン21では、複数のスナップショット作成のように、利用頻度の高い CFD タスクの自動化を可能にするため、CFD ポストツールバーが再設計されました。また、フォースコエフィシエントの計算や、距離との対比を取ったプロットを作成する際の速度が向上しています。どのように使用するか見ていきましょう。まずはじめに、テンプレートマネージャーをご紹介します。ここでユーザーは、モデルをロードすることができます。フルエントモデルを選択してみます。ジオメトリーが読み込まれたら、このテンプレートマネージャーウィンドウで結果を読み込むことができます。複数の結果をワンステップで読み込むことができます。例えば、3D リザルトボタンを押してみます。続いて、このリストの中からロードしたい結果を選択することができます。デフォルトではプレッシャーが選択されています。プラスボタンを押すことでロードしたい結果を追加することができます。ベロシティのマグニチュードを選択してみましょう。必要なだけ追加することができます。今回はプレッシャーとベロシティのみにします。次にベクトルリストに移動し、ベロシティを選択します。リードを押すことで結果を読み込むことができます。また、オプションとして作成したこの設定を保存することができ、次のメタセッションでこれらをロードすることによって再度設定する必要がなくなります。リードを押します。結果が読み込まれました。フリンジバーをアクティブにします。これは流速の結果です。モデルを見てみましょう。結果の表示をオンノードとコンタープロットに変更します。カラーレンジを調整します。
CFD ポストツールバーの一つ目のタブはスナップショットと呼ばれます。カットプレーンをパスに沿わせたスナップショット、もしくはいくつかの 3D ビューで複数のスナップショットを作成するのに役立ちます。カットプレーンをパスに沿ってスナップショットを作成するためには、事前に作成したカットプレーンを選択する必要があります。最も簡単な X 軸垂直で作成します。この位置に設定します。ツールバーで利用するためにこのカットプレーンを作成しました。カットプレーンの設定に従って結果を確認することができます。スナップショットを作成するため、はじめにスナップショットをどこに保存するかを選択する必要があります。デスクトップにフォルダを作成します。続いてこのリストではスナップショット作成のタスクを作成することができます。ニューボタンを押し、新しいタスクを作成します。メタはスナップショット作成に使用するカットプレーンの選択を求めます。その後カットプレーンが移動する軸、今回のケースでは X を選択します。続いてカットプレーンのスタートとエンドポイントを指定します。スタートとエンドのポイントはピックボタンを使用することによってピックすることができます。もしくはオートカルクを押すことによって表示されているエンティティの X 軸方向の最小値と最大値を自動で計算することができます。こちらでは作成したいスナップショットのステップ数を指定することができ、このリストからスナップショットを作成するためにモデルに適用するビューを選択することができます。フロントビューを選択してみます。他のユーザーが作成したビュー、カスタムビューもまたこのリストから選択できます。スナップショット作成時にアクティブにする結果を選択し、フリンジバーの最小値と最大値も指定します。ミニマムを0、マキシマムを50とし、 OK をクリックします。ここで作成されたタスクを確認できます。続けて必要に応じて複数のタスクを追加することができます。同じカットプレーンまたは必要であれば違うものを使用し、今回は Y 軸で新しいタスクを作成します。オートカルクを押すことで表示されているエンティティの Y 軸に沿った最小と最大の座標値が計算されます。Y 軸に沿って20枚のスナップショットを作成します。このタスクではモデルを側面から見たいので F3 ビューを選択します。ベロシティマグニチュードを選択し、ミニマム・マキシマムは0から50と指定します。作成したタスクは編集することも可能です。例えば間違いがあった場合、タスクを選択してエディットを押します。例としてご覧のようにプレッシャーが選択されていますが、ミニマムとマキシマムの値はプレッシャーに合っていません。これらの値は実際にはベロシティマグニチュード用の値です。これをベロシティマグニチュードと修正して OK を押します。 New を押し、追加のタスクを作成します。 Z 軸を選択し、スタートとエンドはオートカルクを使用します。例としてステップは30とし、F1 のトップビューからモデルを見たいと思います。ベロシティマグニチュードを再び選択します。ロードした他の結果を選択することも可能です。ミニマムとマキシマムはビューと同じ値にします。選択されたタスクがランボタンを押した後に実行されるため、これらを選択する必要があります。また、カットプレーンが移動し生成されるスナップショットを確認するためにプレビューを押すこともできます。直接ランを押し、作成したデスクトップのフォルダを確認してみます。カットプレーンが移動するときに作成されたスナップショットが更新されていくのを確認できます。スナップショットが作成されていることは、ターミナルウィンドウやメタのインフォウィンドウでも確認できます。すべてのタスクが完了しました。
デスクトップフォルダに移動すると作成されたすべてのスナップショットが確認できます。こちらは X 軸。Y 軸のサイドビュー。そして Z 軸、最後のタスクです。ニューボタンを使用して必要に応じて複数のタスクを作成することができ、タスクの削除や編集も可能です。最終的にはランを押して実行します。この方法で必要に応じて1000枚のスナップショット生成でも自動化できます。3D ビューというスナップショットタブの2つ目のサブタブを見てみましょう。これは仕様に従ってモデルの 3D ビュースナップショットを生成するのに役立ちます。これを実行するためにはセットでモデルを整理する必要があります。これはこのタブがどのセットのモデルをアクティブにするか、スナップショット作成時に表示させるか、どの結果を表示させるか、どれをカスタムカラーに従って色付けさせるかといったことを選択する機能を提供するためです。ではそれをどのように実行するか見ていきましょう。はじめに使用する予定のセットを作成します。新しいセットを PID から作成します。例えばミラーという名前のセットにミラーの PID を設定します。スクリーン上からピックします。これでセットが用意できました。続いて残りの車両用に追加のセットを作成します。これでミラーと残りの車両の2つのセットが準備できました。ではスナップショットを作成していきましょう。これもニューを押すことでタスクを作成することができます。またスナップショット保存のために個別のフォルダを選択することができます。今回はカットプレーンスナップショットと同じものを選択します。ニューを押します。メタはどのセットを表示させるかの選択を求めます。ピックを押してスクリーンからセットを選択します。続いてどのセット上に結果を表示させるかを定義します。再度ピックボタンを使用してミラーを選択します。続いてカスタムカラーで表示させるセットを選択します。残りの車両を選択し、次にカスタムカラーを定義することができます。デフォルトでは透過するグレーが選択されています。さらにフリンジとともにセット上で表示させる結果を選択することができます。例としてベロシティを選択し、範囲は0から50とします。そしてスナップショットを作成する前に適用するビューを選択します。このリストから1つもしくは複数のビューを選択することができますが、今回は全てを選択し合計7つのスナップショットを作成します。これでタスクが作成されました。このタブでも編集や削除、他のタスクを作成することができます。ビジブルに同じセットを選択し、車両に結果を表示させ、ミラーはグレーに着色します。ベロシティマグニチュードを選択し、同じレンジに設定します。ここでも全てのビューを選択します。2つのタスクができました。プレビューすることもできますし、直接ランで実行することもできます。メタがモデルの視覚化のために選択した設定を適用していることがわかります。フォルダに移動するとスナップショットが作成されていることがわかります。ミラーが結果を示しており、残りの車両が透過したグレーになっていることがわかります。また次のタスクでは車両が結果で、ミラーが透過したグレーで着色されています。この方法では求めるビューに従って車両周り全体のスナップショット作成を自動化することができます。またこれも必要なだけ作成することができます。次のフォーシズというタブに移ります。これはモデルの空力を計算するのに役立ちます。はじめにリードリファレンスバリューフロムモデルを押すことで、流速、密度、そして投影エリア、つまり全面投影面積がソルバーから直接読み込まれます。もしこの情報がない場合にはマニュアルで入力することもできます。続いて
カリキュレートフォースズボタンを押します。計算を適用する PID を選択します。例えば車両だけが表示された状態でセレクトビジブルを押すことができます。 OK を押すとメタポストが報告する内容を確認することができます。これは X 軸方向のフォーストータル、つまり効力です。そして CD 値、またこの PID の全効力に対する寄与率も確認できます。最後の欄は合計です。横力も同様で CS 値も確認できます。揚力も同様に CL 値と寄与率が表示されます。このタブではトータルの力を確認できます。次のタブに移動してみると三軸方向の圧力を確認することができ、3つ目のタブの粘性力も同様です。次のタブに移動します。プロットタブです。これはフォースまたはフォースコエフィシエントと距離を軸に取った 2D プロットの作成に役立ちます。これを実行するためにはモデルを整える必要があります。流れの方向を横から確認するためモデルを側面から見る名刺にします。今、流れは X 軸方向に流れており、モデルは画面に対して平行に揃えられました。ここでオプションを選択する必要があります。フォースコエフィシエント vs ディスタンス、もしくはフォース vs ディスタンスです。コエフィシエントの方を選択します。ステップ数を定義します。ステップ数を多くすることで、さらに正確なプロットが作成されます。20のままでカリキュレートを押してみます。プロットの計算が実施され、数秒で結果を確認することができます。また、3つの力を確認することができ、それぞれ X 軸、Y 軸、Z 軸の横軸距離のプロットです。モデルに戻り、CFD ポストツールバーの紹介に戻ります。最後のタブはツールスと名付けられており、CFD ユーザーにとって使いやすく様々なことに役立ちます。例えばサブタブの最初にあるアウトプットリザルトですが、すでに読み込まれたスカラーの結果、プレッシャーやベロシティマグニチュードを選択しアウトプットを選択することで CSV 形式でエキスポートすることができます。値はシェルリザルトとソリッドリザルトについてエキスポートできます。次のタブのフィールドカリキュレーションはオープンフォームモデルにのみ利用可能です。オープンフォームはデフォルトではトータルプレッシャーやプレッシャーコエフィシエントを書き出さないため、この機能が用意されました。 CFD ツールバーは入手可能なオープンフォームの結果からトータルプレッシャーやプレッシャーコエフィシエントの作成を可能にする機能を提供します。最後のクリエイトレポートサブタブではこのデモンストレーションで使用したような複数のスナップショットを含むフォルダを選択することができます。その後、クリエイトを押すと、機能はフォルダ内に含まれるスナップショットと同じ数のスライドがあるレポートを作成します。このようにレポートが作成されていることが確認できます。各スライドはフォルダにある1枚のスナップショットを含んでおり、このレポートをパワーポイント形式や PDF 形式、もしくはさらに他のサポートされている形式で保存することができます。また、このプレゼンテーションは編集することもでき、表や画像、テキストボックス、その他のエレメントを必要に応じて追加することができます。これで、メタバージョン21で利用可能な CFD ポストツールバーのデモンストレーションは終了となります。ご視聴ありがとうございました。